阿比ラ大君影安四年十月十八日は、李氏朝鮮前期の王族でしょうか。聖、イミナワ、リ、ジワ、清雪、ゴーは、北誘道ロ古寺ジ、バイ県。第四代国王、清宗の第三王子で、第五代国王分層、及び第七代国王清宗の弟である。三歳でおじまことネイ大君の養子となり、千四百二十八年、十歳の突起。 大京捕国阿弥陀大君に封じられた。1453年、金総唯、候補一氏らと共に、主要大君からの放棄を受け、高下党に流刑になった後、玉物死された。六州英の一人、1418年に誕生。父は清掃、母は証憲王孝陳士である。3歳の時、子がないまま3年前に死去した誠姉太君の養子となった。 1428年に、あびらを大君に封じられ、1429年に、左副大元庭園の娘と結婚。1430年に、林英太君らと共に、聖金館に入学して、学問を収めた。この頃、野心があることを見抜いた父清掃により、兄弟と共に、王宮から離されている。1438年に六鎮が置かれると、 他の王子らと共に、女直討伐に参加し、金総武位らと関係を持つ。成長すると武官たちを引き連れて、狩りに興じることもあったが、主に文人たちに囲まれていた。兄、文僧の知性化に頭角を表し始め、朝廷にも関与するようになった。文僧の子が即位して、短州となった際は、公表政治を掌握して、人事権を握った大臣らと組み、 主要体育に一派と争うようになった。1453年、主要大君の武力に押されて、実権を失い、10月10日高下島へ流された。共同島に移った後、8日後の10月18日に、同島にて、玉物死された。長男李友直も高下島に流刑となり、残された刑室は、官費とされ、長女の無心と、李友直夫人の古代は、県の家の土費とされた。 李友直は、人頭に移送され、翌1454年その地で、玉物死された。李の財産はすべて没収された。慶父フマとネイタイ君の遺族の財産も没収され、ママ母三韓国大武人重氏はその地位を失い、流刑となった。彼女の兄弟にあたる聖徳式、成重式も弾劾を受けた。三韓国大武人重氏ウは1456年に、 許されて実家に戻り、そこで死去した。案件や、牧法年など書家、画家たちとの信仰があり、自らも自分や書画を表した。しかし処刑後、兄聖祖が多くの作品を破壊した。破壊された作品の中には1450年に、李主導で制作された、皇后人も含まれる。現存する作品は、ほとんどが、石碑に用いられたものであり。 唯一の直筆作品であり、大韓民国指定国法第238号に指定されている、小演芸会長は2001年1月に東南に愛行へ不明中である。1429年、左犠牲を務めた、庭園の娘向井日定止と結婚、に難を設けた。1452年に、次男里友良が病で、翌1453年4月23日に迎え日。 天使が死去。このことを、李は、こう語った、がお仏寺、いたり聖いたり金確か。さ、清宗、証権王公、文僧僧、刑事法、子供領また、十字棒、今また妻棒、七仏の無益余人確か。私は仏寺において、極めて細やかに努めていますが、清宗、証権王公、文僧が、相次いで放御され、我が子供領もまた亡くなり、 今また妻が亡くなり、フッツが人において無益なものだと知り始めました。アビラ大君リ、朝鮮王朝実録短州六巻、1年4月23日、この発言を、リは寺院を訪れて、苦毒を捧げるのをやめている。一方、朝鮮王朝実録によると向かい否定士との、仲は良好ではなかったという記述もある。また対立していた、主要王君は、清掃生存中に、 宮殿内の仏道建設や仏教書翻訳に関与していた。ありがとうございます。